将棋将棋の先鋒拒否者矢倉森下システム。森下システムとは、将棋における先鋒の一つであり、相シャの矢倉戦で用いられる、先手の先を、森下拓が開発したためこの名が付く。なお、森下本人は、森下システムは、先鋒ではなく思想であるとしている。また、淡路人としや青の照市の指し方を参考にして、体系化させたものと述べている。図は、 基本形の一つであるが、ここから37形6四角に6歩の形も基本型とされる。本来、矢倉は先手が形を決め、後手がそれに対応するという形だったが、この先方はわざとこれを逆にする。考え方自体はに6歩をついた場合の中原流6八角を引き継いだと言える。同じく矢倉の先方である加藤流37。 銀先方が態度を早めに決定するのに対し、森下システムの骨子は、相手の態度を見てから先手が態度を決める点にある。右銀は48のままで玉の囲いを優先させ、後手の作戦次第で、ある時は57銀66銀右と活用し、またある時は 37K と跳ねて飛車を3筋に、寄ってから46歩47銀もしくは57、銀から46銀か65歩66銀右と、 活用するのが一般的である。また3七銀戦法を取ることも可能。一時期は、ヤグラといえば、森下システムだった。この、態度を見てからは、これ以前のヤグラの戦法で見ると、二級飛戦法は、スズメ差しに、スズメ差しは棒銀に、棒銀はヤグラに九飛に、弱い、というじゃんけん密度もえ状態であったので、相手が、どの戦法に来るかを見て、 相手の先方に対して強い先法にする態度を決めるといった戦術は理にかなっている。じゃんけんで例えれば後出しである。ところが、相手の構成を顧みずに早く囲ってしまってから、相手を見て攻撃態勢に入るというスタイルは、出足の速くかつ球への攻撃が近い橋を攻める、スズメサシュが有効になってしまうのが、この先法の特性でもあり、弱点でもあった。 図の後手のスズメ差し1、2に示す展開は、森下システムにとってスズメ差しが決まった一番まずい展開、ほぼ敗勢になっている。1から2にかけて、右辺の駒、先手の攻撃陣と後手の守りがほとんど動いていないことがわかる。こうなると、図の4七銀型は良くなく、少なくとも5七銀マイナス6五歩から6六銀という形を見せておけば、 7五歩の瞬間同銀と取ることができる。攻めも見せているはずの4七銀型が結果的に透かされた形となっている。じっくりした作戦である森下システムに対し、鈴目差しの戦い方は他の攻めの駒組みに比べ早いところがあり、この速さに対応できでいなかった。先手は4七銀から4五歩でゆっくり攻める、形や5七銀から6五歩など守りに徹する、 形もあるが、どれかに絞るべきか、どの形が良いかなどの事項を保留しているゆえに選ぶ、時間と体制がどうしても遅くなってしまう。ある程度のところで形を決めないといけないというのが、スズメサシの出現により、見解が変わっていった。アイアグラはそもそも玉を囲ってからという戦い方の方が多く、スズメサシなど早く攻撃ができる形は少ない。スズメサシ特に、 アイアグラで4一玉型で戦う刺し方が出てきたのが入場し合う将棋ならかなり戦える森下システムとしては誤算となっている実際過去やってからのスズメ刺しでは先手側が仕掛けぬ形を作れている可能性もあるのでそれでは遅いのであるこの弱点が判明したので森下システムは姿を消していったこれに対し6七金七四歩の交換を入れずに 三八飛と回る作戦を、合田正隆が指しゴー田流と呼ばれるようになった。玉の移動を後回しにするため、スズメ差しには抵抗力がある。三筋の不幸感などを含みにし、一時は森下システムの思想を受け継ぎ復活の原動力になるのではと言われた。作戦の根本の思想は飛車先ふとを生かして二筋より三筋で動きたいというものである。 ゴーダ流が刺される中、従来の森下システムも、深浦光一らの研究により、スズメ刺しには八八玉を保留し四六銀と出て、午後ほど不動銀と交換し、五筋から手を作る手順が有効と分かり、再び刺されるようになった。図は1997年の大イリーグ戦っ深浦光一対後手、佐藤康光戦。基本形の六八角に対して、 直ちに九四歩七九玉九五歩二三七銀とし以下九三5二五五歩同歩四六銀九二比五五銀九六歩同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 飛と進むが先手は五三歩で応じたこれを角で取れば五四個他の駒で取れば九七個と飛車を召し取る二千十三年現在勝又清和によれば手にした強者で反撃する形で鈴目差しには深浦流で 先手が指せることになっている。しかし、2000年代現在では先手が主導権を握りやすい37銀戦法が流行しており、主流戦法の座は譲っている。現代やグラの思想 P35 によれば、森下本人は指して、先手が悪いとも思っていないが、あまり好みではない展開になると述べている。現代やグラの思想 P34 より引用、消えた先方の謎 P19。 消えた戦法の謎 P20。衝撃本戦法拒否者編。P53、P54。消えた戦法の謎 P24。消えた戦法の謎 P25。現代ヤグラの思想 P35。現代ヤグラの思想 P168 を参照。現代ヤグラの思想 P169 を参照。これが最前線だ。P107 を参照。これが最前線だ。 P108 を参照。消えた先方の謎 P226。第5章消えた先方のその後より。ただし、文庫版のみの収録と思われる、将棋世界2013年9月号、勝又清和、突き抜ける。現代将棋第48回現代将棋と、強者ピアニッシも、145から146。ありがとうございます。